わー綺麗、いいなーこれ。何回でも見れるねこの場所、すごいいいわ。ルーモス、ここか、ここっぽいな。怪獣像があった。これこれに合言葉を言えばいいのか。あ、さっき教えてもらったフランス語のやつね。トゥジュアスピューア。うん、おうおうおう、なになになに、あ、階段ができてる。登っていくのね。じゃあ登ろう。エリートの家系はモットーがあるものなのかな。どうなんだろう、オミニスにあまり家の話とか聞かないからわかんないや。うん、なんかいろんな絵が飾られてる。レベリオ。お、フィールドガイド。眠れる肖像画。王朝の誰もが魔法使いの学校を運営するという日々を挑戦、日々の挑戦を楽しんでいるわけではない。できるなら悠々と昼寝したい者もいる。あ、みんな寝てるってことじゃあ今。ぽいな。お休みタイムなんだじゃあ。かわいいこの人の寝方。よし、じゃあ。校長室に来たはいいけど。おお。会えて嬉しいわ。フィグ先生の起点のおかげです。これからどうすれば？入り口の小部屋の台座に近づいて現れた本を読むのよ。本？本には何が？本には何が書かれてるんですか？お話よ。魔法使いの子供たちがよく知る物語に私が影響を受けたように、あなたにも覚えがあるものかもしれない。知ってるかな。本を読んで終わりではなさそうですね。その疑念は正解よ。終わってから話しましょう。今までずっと校長の鼻先にあったってこと？へえ。ん、なんだ、お手紙？おできを治す薬。あ、これか。お茶飲んでいくか、校長の。へえ、おしゃれだな、校長のお部屋、やっぱ。しょ。んー、きっとあれが台座だ。これ？この本読むのね。使おう。え、なんかまがまがしいのが出てるけど。え？うわ、なにこれ。フィッツジェラルド先生、聞こえますか？私はここよ。急にゲーム変わってきた感じがする。この場所ではニーフと呼んでいいわ。ニーフ？あなたは偶話の目撃者になる。物事は常に見かけ通りではないのよ。え、素早く慎重に動いて。素早く慎重に。見つけた道具を使って私を探しに行く。おー、なになになに、絵本の中みたい。まず最初にマントがいるわ。マント？え、でもこれ何もできないってこと？杖持ってないのか、この状態。お洋服も変わってる。うわー、犬丸こんな顔だったっけ。とりあえず行ってみるか。誰にも見られずに街中を通過する。見つかっちゃダメなのか。あれ、これ反対？向こうか。この場所では、生と同じように様々な形の死がある、何が何でも避けることよ。もう、何、死神が見てる。わわわわ、うわぁ、これあれとは違うの？ディメンターとは別？ちょ、死の影？お、これに見つからないようにってことね。え、これお家の中とか入れないか。よいしょ。結構難しそうだな、これ。あ、でもいけるんじゃない？このまま。行こう行こう行こう。で、ここ通り抜けて、あ、くぐってくぐって。くぐりつつ。うわぁ。なんで走って逃げなかったんだろう。そうしてりゃ今頃はきっと。え？何の話してんの？怖いよ。うわぁ。よいしょ。動けるうちに動かないと。うん。ニーフさんは近くにいる。急いで行こうね。じゃあゆっくり確実に。よいしょ。タイミングを合わせないと。タイミングを合わせる。
え、今？あ、ダメだ。あ、見つかったわ。見つかったらこうなんだ。やり直し、やり直し。あ、今じゃない？今よ。急ごう、急ごう。で、ここ、降りて大丈夫かな？見えた。正面に階段がある。うん、階段？わかんないや。でもちょっと行けないな。あ、行ける行ける行ける。今よ。お、死神？見張られてるわ。怖ー。ここ何なの？でもこれなんかの物語って言ってたけどね。なんかでも、やられてる人っぽいのが、こうやってたまにいるんだけど怖いな。よしよしよし。あそこに行かないと。うん。敵を迂回できないかな。迂回？ちょっと待って。向こうを向いて、よし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 。向こう向いてくれ。よし。よしよし。あ、死神が待ってるけど。よしよしよし。これこのまま行っても危険が増える。危な。方法は他にあるはず。え？他にあるって何？戻らなきゃ。戻る？このままじゃ鉢合わせになる。どっち行く？どっち行く？うわあ。ここ入ろっかじゃん。しっかり閉まってる。うん。前に進むしかないか。薬か。この中でも薬手に入れられるんだ。よいしょ。どうしたもんか。あっちに行かないといけないでしょ、これ。これもう、見つかってないか？お。よし、今だ。今？はいはいはい。犬丸がなんかタイミング教えてくれるね、これ。よしよし。で、こっちに渡って。よし。あ、ここがゴール？もしかして。すごい光ってる。ピカピカだわ。よし。掘れたかな？神聖そうな音楽がかかってる。謎のマント。これつけるの？信じられない。おうおう。体が透明になった。透明マントだ。おお。ここ通って、え、これ渡れなくない？どうやって行くの？前通って大丈夫？あ、行ける行ける。奴らには姿が見えない。もっと近づけそう。え、行って大丈夫だろこれ。わあ、こんにちは。ちょっと行くか。あっち、こっちの方ね。ようやく解放された、うんうん、こっちに進もう。はい。ニーフさん、どこですか？どこだろう。おお、真っ白になってる。ここの、なんだろう、演出すごいな。死から逃れられても、私は見つけられないようね。探し続けて。でも、今回は隠れられないわよ。隠れられないの？目の前の杖を振って。並外れた力を無駄遣いしないことよ。わかりました。あ、これが杖かな。謎の杖。戦うってことか、これ。この感じだと。あ、これカメラの視点動かしたんだ。感じたことない。感じたことない力。あれ、なんかこれ呪文セット違う。今までにないやつっていうか、これしか使えないんだ。なるほどな。とりあえず進んでみるか。え？あ、これか。わー。えらいこっちゃ。向こう側か。
なんかお城の中っぽいな。あんまり戦わずに、お、鶏がいるね。あと、ヤギか。ヤギもいる。わあ、来た。戦った方がいいのか、これは。戦う系ですか。待って、めっちゃ強くない？なんか私めっちゃ強くなってない？よいしょ。はーい、ドーン。なんかほら、めちゃくちゃ強くない？ワンパンで倒せてるよ、これ。めちゃくちゃ怖いんだけど。よいしょ。奥に進もうか、じゃあ。敵が出てきそうだね、ここね。わっ、これはめちゃくちゃ強いんじゃないか。これも戦えるのかな。あー、戦えそう。なんかいっぱいいる。あー、ドーン。強いな、このトロールも。あぶれ。よいしょ、いけー。死神はいけないの。入れてる。あー、強いよー。うーん、まだいてるんかい。ドーン。どうだ。あ、もうこれとの戦い。え、どうなんだろう。またいっぱい出てくるんかーい。よいしょ、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 おい、へい。死神さんどこ行っちゃった。あ、奥に行けるのかな。行くか。あの大きいやつとは戦わないんだね。なんか壁に絵が描いてある。なんだろう、ケンタウルス。ケンタウルスっぽくない？左側ねっ。お、また真っ白空間に入ってきた。普通の石だ。もらっていいのかな。普通の石？これ？なんか三角っぽい形してるけど、これもらっていいの？謎の石。これ石なんかに使うのかな。なんか未だに見つけられてないね。この先で嘆き悲しむ者たちをかわして、うん、何事も見た通りではないわ。かわす？あ、この人たち嘆き悲しむ。彼女が死んだなんて。あ、誰か亡くなったの？かわいそうなニーフ。あ、ニーフさんが亡くなった？あ、でも確かにリンフさん結構若そうだったね、今思うと。なぜだ。みんなが悲しんでる。彼女の思い出を大事にしていきましょう。うん。うわぁ、あ、バイバイ。これリンフさんもしかして横になってるの。うわ、真っ白なってる。インタラクト。私を見つけたわね。はい。でも怒ったことは取り消せない。石の魔法はかつての私の影を召喚することしかできない。うん。アニフさんついていくのかな。これ
記憶を追体験するのか、ここから。ああ、あのペンシーブとかのところにあるやつ似てる。光なき闇が存在しないのと同じく、うん、闇なき光もない。暗闇を消せるからといって消すべきとは限らないのよ。なるほど、そういう考え方もあるよね。わあ。私の記憶を見るなら覚えておいて。はい。あ、今の言葉？じゃあミオカ、ニフさん、見させていただきますね。じゃあ、これいつも涙があれなんだね、記憶の塊なんだね。なんか白黒の犬丸、すごい顔立ちが薄いのか濃いのか分かんない顔してるの。どんな記憶だろう。イシドーラ、お父様のために立派なことをしたわね。そうでしょう。パーシバルは考えすぎよ。感情のことも魔法の痕跡のことも心配ない。封じ込める方法が見つかったから。やめてないのね。ゴブリンの銀よ。これをゴブリンに教えたの？大丈夫よ、使い道まではわからない。あ、教えたんだ。どんな悪影響があるかわからない。感情に闇の痕跡。パーシバルみたいね。あいにく確信してるの。あれは力の源、集中点よ。仕組みはわからないけど、魔法の力を高めてくれる。理解できないわ。役に立つと思うわ。そういう力をもてあそんではダメ。誰かに。父さんは楽になったわ。ニーフ、いい点を考えてみて。誰もが苦しみを抱えているのよ。うん、でもそれが人間なんじゃないの。やめてあげてよ、それは。何してるの。取られてる。吸い込んで。感じるでしょ。イシドーラ、やめなさい。何もかも肯定的なのかと思ったけど、そうじゃないんだな。この力が怖いからでしょ。そりゃ怖いでしょう。私はこれを受け入れる。ああ、ここで対立状態になってたね。大丈夫なのかな、これ。お、どこ？あ、もう地図の前に繋がってるんだ。地図の前に戻ろう。うん、フィグ先生も言ってる。ただいま戻りました、皆さん。本当か？お、最初の3つの試練を突破した者がいるのか？はい。はい、突破しました。だが、君は見るからに。若い？知ってます。バカー先生ですね。ああ、記憶の中で見たな。今見せてもらった記憶ですけど、イシドーラは苦しみの感情を吸い取ってたんですか？そうだ。見入ってしまいました。ゾッとしました。え、私でも怖いと思うけどな。おぞましいと思いました。どうしてあれが力に？ちゃんと操れるものなんですか？あれはおぞましかった。それなのに君はあの力のことを尋ねるのか？私のペンシーブがどこにあるか君に教えるのははばかられるな。力には責任が伴うということを理解していないだろう。責任なら分かってます。いや、分かってるよ多分。先生はご存知ないでしょうが、ランロクという危険なゴブリンがルクウッド城の保管所に入ったんです。うん。奴はその中身を利用して大きな力を手に入れました。その力で魔法族と戦うつもりです。時間がありません。そうか。だが誰かと分かち合う前にもう少し検討しなくては。検討するの？私の記憶から得られる知識にはとてつもない価値があるのだ。他の守護者と協議する。ああ、時間をもらうよ。待つより他に手はなさそうだ。そうだね。実に苛立たしいな。バカー先生に話したろう。イシドーラが力を得るために感情を吸い取っていたとな。イシドーラは自分の父親にしたようにフィッツジェラルド教授から無断で感情を吸い取ってました。恐ろしい。怖いね。それだけじゃなく、
魔法の痕跡をゴブリンの銀の中に保管する方法も見つけたと言ってました。保管場か。おそらく言いそびれてたんですが、ブラグボールという金属鉱のゴブリンがいて、ランロクは彼の日記にあった5人の名前と結びつく地点を掘り進めてるんです。5つの名前。あ、そうだったね。そういえばあとは誰だ、イシドラ・モンアナークか。そうです。そうそう。だからグリンゴッツでも塔でもルックウッド城でも先を越されてしまいました。守護者が次の試練の場所を示してくれずとも、せめてランロクの監視を続けようではないか。さらなる情報につながるかもしれん。そうですね。ロドゴクの話を聞きたいです。ドリルの件以来音沙汰がなくて。確かに。もうご存知でしょうが、ポリジュースの計画は渋よく行きましたよ。そうだな。ブラックの邪魔をする仕事はできすぎだったかもしれん。彼がファイアウイスキーで悪酔いすると酔わせたろ。以上。なるほど。じゃあ普通に授業受けたりとかそういうのしてたらいいってことかな。バカ先生もね、信じてもらえたらいいね、イノマルのこと。よいしょ。君のゴブリンの友達のことあんな風に言うべきじゃなかった。バスちゃん、一緒に3万円の謎を解決したい。あ、3万円いいよ。どうか南海岸まで会いに来てくれ。最後のキャンバスのかけらを探す。あ、大きいやつね、一番いいよ。あ、ウィーズリー先生だ。え、何だったのウィーズリー先生。ちょっと待って、あ、これか。ディークが不調の体験あんたに話せたって言ってたよ。また時間があるときに会いに行っておくれ。これか。うん、以上。ということでディークにね会いに来たんですけど、不死鳥か。面白い話があります。面白い話、何か。あ、そうそうそう、ウィズリー先生から聞いてきたよ。何か考えたってウィズリー先生に聞いたよ。ええ、その通りです。あなたはあらゆる魔法生物に興味があると聞いています、うん、興味あるね。ディークが知った噂によると近くの山に不死鳥の巣があるそうです。何？不死鳥の巣？ナティが言ってた不死鳥のかな、うん、ハーローと密猟者たちが狙ってるってやつ、うんうん、なんかメモもあったな、そういえば。おそらくそうでしょう。ディークが知っているなら密猟者も知っているはずです。確かに。狙われてもおかしくありません。それはそうだな。行こう。なるほど。じゃあ助けに行かないとね。ディークはそう思います。高貴な生き物を卑しい輩に渡してはいけません。うまく説明できませんが、不死鳥を救えばディークの前の主人に起きたことを少しだけ償える気がします。あなたが不死鳥を見つけることを願っています。必要の部屋に連れてくれば安全です。よかった、じゃあ。見つけに行くか。洞窟を探す。どこだろう。探しに行くか。あ、ここ？この中入んの？もうめちゃくちゃ入るの入るなってなってるわ。行くか。入らないと助けてあげらんないもんね。よいしょ。封鎖されてる。うん。ルックウッドの密猟者が来たんだ。もうでも来た後だったらちょっと。一歩遅かったんじゃない？ここか？登って。え？なんか密猟者の人たちがいるな。俺はもうボコボコチャンスだな。こんにちは。城に残ってればよかった。はーい。ほい。バイーン。よいしょ。ほい。うん、鶏が走ってってる。また密猟者？一体何人いるの？うん？密猟者？異物はアンを救う鍵だ。お、セバスチャン、こんな時に。ベルトクロフトの外で会おう。急いでくれよ。ちょっとまた今度ね、今ちょっと密猟者と戦ってるからごめんね。止まれ。ああ、見つかっちゃった。見つかっちゃったわ。よいしょ。ヘイ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 。ほい。ほい。ふぅ。怖い怖い。恐ろしいね。門の鍵。なんか鍵手に入れた。これか？よし。お、すごい。何ここ。
不死鳥だ。この子が赤い。かっこいい。キリッとしてるね、目が。あ、どこ行くの？ついてこいって言ってるみたい。え、ついてこいやったの？先に見つけなくちゃ。早く助けてあげたいな。よく登れるな、これが。よし。なんか雪降ってるの、ここ。外に繋がってんのかも。あれっていうか、もう外来ちゃったよ。あ、いた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 。この子、オスなんだ。いや、助けに来たよ。うん。安全な場所に連れてってあげる。あ、もう、袋に入れていいってこと？入れるんだ。あ、普通に入っちゃった。部屋に戻ろう。うん。きっとディークが喜ぶよ。ねえ、でもこれ不死鳥さ、ポピーに見せてあげたいんだけど、無理なのかな。絶対大喜びすると思うんだよな、ポピーが。目輝かせて、にっこり笑顔になってくれること間違いなしだと思うんだけどな。わこんなことある？お、ディーク、ディーク。戻ってきたよ。不死鳥はいましたか？うん。密漁者のところから助けてきたんだ。ここにいるから安心して。うん。素晴らしい。さて、早くしてください。うん。ディークは待ちきれません。この部屋に出すの？見てて、ディークめっちゃかっこいいから。もう目がもうキリッとしてて。うわー！結構大きいね、こうやって見ると。え、何？広がってる。またあ、羽だ。綺麗ね。綺麗ですね。記念にどうぞ。え、ディークが持ってたら？せっかくだし、でもありがとうね。あの子、じゃあさっきの上のとこにいるのかな。私たちが必要の部屋について教えた甲斐がありました。うん。すごい仕事をしましたね。多くの動物を救いました。うん。不死鳥はもう大丈夫です。あなたのおかげ。あなたのおかげだよ。ありがとう。うん。ディークのおかげだね。ディークは親切な言葉に喜んでいます。あなたのような人を手助けできたことを嬉しく思っています。あなたはたくさんの動物にいいことをしました。その手助けをしたディークは久しぶりに安らぎを感じています。ああ、よかったよかった。ディークはあなたのためにいつでもここにいます。うん。ちょっと上行ってみる？すごいな、また広がったね。この間またいろいろ変えたんだけど模様替えした意味が。え、ちょっとここ入ってみようよ。よいしょ。え、広、何ここ。あ、不死鳥さん、待って待って。うわ、美しい。ちょっと待って、撫でたい撫でたい。よいしょ、ブラッシングさせて。あー、かわいい。え、めっちゃかわいくない？うわ、気持ちよさそう。ご飯も食べて。ご飯もご飯も。あ、羽もらえた。かわいい。ここ不死鳥さん以外も入れれるのかな。あ、入れれるっぽい。ちょっとせっかくだから、この子たち入れといてあげるか。ここもじゃあ、あれか、もしかして。物を置いたりできる系だよね、この感じだと。ちょっとせっかくだから置いてあげようか。あ、寝てる。あ、ボールで遊んでる、後ろが。後ろで遊んでる。すごいな、この空間また。ちょこっとだけね、物を置いときましたよ。よいしょ。じゃあストーリーを進めようかな。